で、まあ、これ大きいから大きいやつにしようじゃん。ちょっとこの顔かわいい。このフィルムをスッて取って、あっ、スッて取ったら、ピタッと貼り付けるだけで完成です。どうしよう。何でできてるんだろうね。あ、食べられるよ、食べられる、ちゃんと。そしたら完成。本日の朝ごはん、お顔がついたおにぎり2つと卵スープでございます。いいでしょう。今めちゃくちゃ頑張って写真撮ろうとしてるけどさ、すごいさ、あのさ、25分しかないことに焦ってる。よし、こんな感じでちょっと写真タイム、ちょっとツイッター載せようかな。今日の朝ごはん、どっち使うんだっけこの携帯もう使い方を忘れている。卵スープ美味しそうだよ。むずい、取るのが。すぐにこれを下げて取る。で撮っとこう。食べる時間ない、なくなるみたいな。めっちゃ集中するやつ。いただきます。おにぎりにぎりでしたよ。めっちゃ食べるじゃん、さかみたいな。いただく、いただきます。うまっ。中身はプラです。うん、うん、はい。ちょっと時間だけ表示しとこう。あの、ごめん、あの45までね。でよし、 OK。 うん、ふん、ふん、うまっ。めっちゃ美味しいよ。しなり、ありがとう。
ツナマヨ、ツナマヨが入ってないからね、ツナ。みんなもう出発してる？嘘。してる？私さっき確認したはずだけど、集合の時間。みんな知ってるもん。一緒見てくる。あ、フェスの小坂がいるからか、びっくりした。みんなびっくりした。もう本当に汗汗した今。大丈夫。出発してるよって言われたら自分家遠いからんって思っちゃった。そう、一瞬時間が止まったと思うからちょっと遅れて終わる。今一周だから多分大丈夫。車からね、あ、してたね。安否はね、今日お仕事が違うから。もう一個ある。そう、顔が。うん、顔腫れるやつ買ったの。出発して待ってるね。美味しいよ。顔につけられるの売ってる。なんでしっぽち、お家が遠いのかな。もう全然わかんないけど、それか急遽覚えてくれてるのかな。どうなんだろう、元々のポジションから。うん。確かね、もうかも、さっきパッと見たけど。これもツナ。美味しそうに食べるってよく言われる。あんま意識してないけど、ね、美味しいよ、もちろん。炊きたてだからな。砂浜じゃないよ。
卵スープもあります。お姉さんツイート書いてもらってありがとうございます、助かります。は、うん、お米しっとり派です。もうねご飯は終わりでもご飯って言うと何ですか、お皿にする卵スープがあるんです。熱いかな、あ大丈夫、この顔ね100円ショップに売ってたよ、ぜひゆかりいいね、なんかママはツナ缶を買ってる、好きなんよ、ちょっと持ち方を変えたいスープ系食べるの遅い、ご飯とかは早いけどうん、マヨなしで食べる、うん、たっぷり、今日は元気だな、絶対朝からもう毎日こうやってさ、ちゃんとさ、なんか朝ごはんは食べてるんだけど、なんか朝早くから起きて目覚ましてご飯食べて、なんか低血圧を直してから出るみたいな、外に。なんか私ママがご飯を作ってくれたとしても起きない日が多いから本当に朝が苦手なんですよ。だからなんかちゃんと朝からしっかりがっつり食べれるように朝したいけど起きれない。美味しそうな、そのでしょ、今年最後の仕事、行ってらっしゃい、アイドルって早起きもそうだよ、早起きするかけど、もうなんかもう寝ぼけながら行ってるって感じ。うん、ショールームのコメントのプロフィール欄もごめんね、やっとくね、ごめんね、そこをちょっと手が回ってなかったね。うん、ドーナツいいの、星野で一週間にありがとう、ありがたいです。今日はもうスピーチのこともしっかり原稿にまとめたし、ね何度もメモのところ、あの携帯のに書いて直して書いて直してしてできて、ちょっとねもう紙に書く時間がなくて印刷することになっちゃったけど、あのまとめずに言うとすごく変な言葉を使い始める人なので私がね、みんなさ、その人みんなあの手紙なしで言ってる子もいるけど、その子
とかたちはすごい上手なんですよ。でも自分は本当に何が何やら分かんなくなってしまうので、うん、アーカイブでみんなありがとう。ごちそうさまでした。完食。うん、全然お昼まで持つと思う。なんかアーカイブなりそうだ。うん、大丈夫だよ。ごちそうさまでした。完食。目覚めした。てかこんなに朝からさ、あの眠い状態から目が覚めるまでさ見守る配信今までなかったよね。みんなもこれもうわ大丈夫、今にでも寝そうだけどみたいな状態から、あ、バッチリ目覚めて歌い始めて朝ごはんをパクパクし始める。ちょっと新しい配信だったかも、いつもより。モモの目が覚める瞬間をね、今日は見守ってくださってありがとうございました。だんだん起きていく姿をですね、本当にそう見守ってもらいました。朝配信なんか多分最初本当にねどうなることかとみんな思ったと思うんですよ、私が眠たすぎて。元気に目が覚めました。それの 80% 寝てたよね、最初の配信で。2個目の配信は、まあ、目が覚めてきたなみたいな。で今は完全に目が覚めた。ちゃんと目覚めた。ちゃんとお茶も飲んだし、みんなが言ってくれたお茶も飲んだし、ご飯も食べたし、寝落ちバンズ。よく持ったもんだ、頑張った。もうここで寝落ちしてしまったら私もう夜は30分しかできないし、お昼も、お昼とか夕方も30分しかできない予定だからさ、あやばここで寝たらダメだと思って。もう確かにもものね、モーニング寝落ち配信最高最近違う全然ほぼ知ってたけどね。でもなんかもう記憶がないもん。夜できる日は朝遅めからの配信がそうだから、うんうん。ありがとう。スピーチの時に寝る子寝ない。今こんな目覚めてるのにスピーチで寝始めても、マーキー目に書こうとしてる、まさか私の目に目を。45分までよね多分。そうそう45分までやわ。もうねあと15分ぐらいで準備してお外出なきゃいけない。いい感じの写真撮れたんだけど見てほしい。おはようツイートにこの写真載せようかな。おはようございます、今日の朝ごはんです。今日は生誕祭、ご飯も食べてバッチリバッチリ。いやちょっとやめとこうかな、どうしよう。ちょっとわかんないです、どうしてないかもしれないです。わかんないけど悩んできます。本当静かも。あと3分なので
え、いい写真やった。もーちゃん見習って、そうそう、布団から頑張れ。布団から出るんだ。たくさんの星やカウントギフトありがとう。では読みます。10歳のただちさんありがとう。12のケスティンさんありがとう。11のエイトさんありがとう。10のマピアノピーさんありがとう。センター祭頑張ってね、頑張るよ。9のたこ焼きさんありがとう。8のとしくんさんありがとう。7位のゼタカコタカオさんありがとう。お仕事中頑張れ。6位のてつみやさんありがとう。5位のふみやとまぐうふふさんありがとう。4位のまぼろしさんありがとう。3位のぽやぽやもーくが、僕のシンデレラいつかぽやぽや公演ねあずかな、ありがとう。2位の深みどりさんありがとう。1位のももかろう侍さん、あ違う、三太郎侍さんちょっと癖が、ありがとうございます。ありがとうございました。あと2分。ありがとう。こちらこそ本当、朝めっちゃ長い配信だったと思うんですけど、今までの中で一番朝配信がすごい長かった。だってもう50分55分25分だから2時間、2時間ちょっと。お仕事頑張れ、頑張れ。2時間10分とか2時間何分だ2時間15かな、15分か10分ぐらいの。そう、ありがとうございます。これまでそう寝てください。生誕祭前楽しかった、よかった。それはね、そう、結構それぐらい今日2時間10分か、ありがとう。10分したので、またあと30分と20分ですね、よろしくお願いします。あと今日の配信はあと30分と20分となっております。そう、皆さん今から寝て、もうかの配信にお寝坊しないように、もうかの中生誕に、お仕事の方は頑張って。お、広島観光いいね、午前中よろしくお願いします。アーカイブとかで見てくださる方もありがとね。 DMM もたくさん今日は映ると思うので、お昼公演のレッスンしまくるんで待っててください。楽しみだな。なんかいつもよりカメラがいっぱいこっち向いてるったら、なんかどうやって決めようかなって楽しくなっちゃういつもねカメラに映る遊びをしてるから、遊びっていうかその公演しながら映る瞬間を狙うのが楽しいの、ゲーム感覚でこう今だってやってるので、今日も頑張ります。バイバーイ。